くする二つの思い、つながりをかけた友との決闘。知ってるか、ナルト。一流の忍び同士なら、拳を一度交えただけで互いの心の内が読めちまう。お前は甘いな、ナルト。どうだ、お前には本当の心の内が読めたか。この俺の。違いねえじゃねえか。お前は本気で俺を消すつもりなのかよ、サスケ。でもそれでもなんでかわからねえけど、俺はお前をオロチマルなんかに取られたくねえんだってばよ。浮かんできたところを狙い撃つ。これで全ては終わりだ。なんだ。お前は一体何なんだ。友達だ。だからお前をオロチマルなんかにはやらねえって言ってんだ。なんでだ、なんでそこまでして俺に。俺にとっちゃやっとできたつながりなんだ。つながり。だから俺はお前を止めるんだってばよ。つまりか。だったらそのつながりを俺は断ち切るまで。ここで全てを終わらせてやる。相手のつながりを守ってみせる。決着をつけようぜ、ナルト。戦闘開始。知らないぜ。戦闘開始。遅
そろそろしまいにしようぜ。この戦いを、これまでの戦いを。ナルト、俺は遅かったか。間に合わなくてすまなかったな、ナルト。お前のことだ。必死だったんだろ。サスケ。もう体はいいのか？エロセンニ。今日はお前に大事なことを言いに来た。大事なこと？これからわしの正式な弟子として3年間でお前を一人前にする。それってば。本当か？本当に修行つけてくれんの？ああ。やっ、よし、俺ってばガンガン修行して、それから絶対サスケを。ただな、サスケのことはもう忘れろ。サスケは己から進んでオロチマルのところへ行った。お前が何をしようとあいつは変わらん。あいつを連れ戻すとか考えてるならやめとけ。そういうのは思い上がったバカのすることだ。エロ仙人には何でもねえかもしんねえけど、俺にとってあいつは友達なんだよ。友達が仲間を傷つけるか。遅かれ早かれこうなる運命だったんだ。もう苦しむな。忘れて切り捨てろ。術や力だけじゃない。忍びなら正しい判断をする目を養え。忍びとして生きるならもっと賢くなれ。バカのままじゃ生きづらいのが現実だ。わかったよ。そうか。賢いっていうのはそういうことなら、俺は一生バカでいい。
ん？一人でも、もっとすげえ術編み出して、そんでサスケは絶対助ける。お前みたいなのが一人でやっても、どうせくだらんエロ忍術を思いつくくらいが関の山だの。何？だが、バカはバカでも大バカならなんとかなるかもな。修行、覚悟しとけの。じゃあの。
任務成功だってばよ。